本日の動画は K110S の不動ジャンクモーターを分解して原因を究明する動画です。原因はすぐにわかると思うので、まずは K110S モーターの構造を見ましょう。これは9K110 のモーターです。巻き方はデルタ結線です。7ターンで巻かれています。結構エナメル線が入り組んでますよね。これも 9K110 のモーターを分解した時の写真です。エナメル線が入り乱れてる感じです。これをすぐに理解しようとしても無理ですね。これは K110S のモーターです。とても綺麗にエナメル線が整えられてる感じです。これを見る限り、デルタ結線ではない感じですね。私は K110S のモーターを分解したことがないので、情報的にスター結線だと思っていました。エナメル線を束ねる部分も収縮チューブを使い綺麗にまとめられています。とても品質が良いモーターだということがわかります。ロータコアも磁石が入る溝まで作られています。この作りは K120 のモーターと同じですね。このモーターは完璧に近い素晴らしいモーターですね。あらら、完璧と思いきや、こんなところが、断線。モーターが動かない原因は、単純な断線でした。特殊なケーブルを使っているのかと思ったら、エナメル線にハンダメッキされたものでしたね。気になるのは、エナメル線が2本束ねられているということです。スター結線ではない可能性がありますね。ということで、分解してみました。動画は撮影していませんが、なんと、デルタ結線で巻かれていました。しかも、6ターンです。6ターンといえば、チューンナップモーターとそれほど変わりない仕様です。6ターンは、K110 初期の頃に搭載されていたモーターと同じです。それ以降は7ターンに変更されたようです。私は、このモーターに K120 のアウターを組み合わせて高出力を出してました。まさに K110S のモーターと同じ仕様でした。今の K110S のモーターはこのモーターに匹敵するパワーが出る可能性があります。巻き方がデルタということははっきりと分かったのですが、 K110 のモーターと K110S のモーターでは巻き方が違うようです。この動画を見ると分かると思いますが、エナメル線が整っているのが K110S で、複雑に見えるのが K110 のモーターです。同じデルタ結線なのにこんなに違うのはどうしてなのか。でも反対側は同じに見えます。エナメル線の巻き数も変わりないように見えるのはなぜでしょうか。ここからはマニアックな世界です。通常のデルタ結線はステータコアの上から巻き始めますが、このモーターは下から巻き始めるやり方でした。下から巻き始めるのでエナメル線が一周した場合すでに2列になりますね。7ターンの旧型と比べても裏側から見ると巻き数が同じに見えるのはこのためです。ここから5回巻いて2つのステータコアをまたいで、また同じように巻くことを繰り返します。これと同じ巻き方でエナメル線を巻いてみましたが、通常のデルタ結線より KV1 が1000回転ほど低くなりました。このエナメル線の V の字部分も磁力に影響があるようですね。だいたいエナメル線1巻きで 2000KV 前後の回転変化があるので、この巻き方はその中間が狙えるということなのかもしれません。しかし手巻きモーターは奥が深いですね。深すぎて溺れそうです。ちなみに、私が巻いたデルタ結線のモーターです。これは1104モーターです。ド変態ならこれぐらい朝飯前でございまする。このド変態。K110S には、標準で6ターンのパワーモーターが搭載されているのですから、そのパワーを引き出す改造が必要ですね。何度も言っているので恐縮ですが、バッテリーのコネクターは良いものに変えましょう。これは基本中の基本です。
ESC のモーターコネクターを外してモーターの端子にハンダ付けしましょう。この部分の電気抵抗は大きく、モーターがパワーを出せません。ここに直接ハンダ付けするといいです。パワーが出るとフレームの強度不足などの問題が出てきます。機体がノーマルだとアイドルアップに入れた途端にコントロール不能に陥ることがあります。原因はフレームの強度不足や機体の振動です。あなたは次のフェーズに向かい機体の改造を余儀なくされます。でもそれが楽しいんですよ。フレームの強化などは YouTube でもよく目にすることです。動画を参考にやってみると良いと思います。これは私のテスト機です。飛びのレベルで言うと3番目の機体です。あれ、ここでカメラのバッテリーが切れました。この機体の紹介はまた今度にしますね。やっ